にちは。じゃ、はい、ラグビーオンラインチャンネルです。もうね、世界のラグビー用品を紹介するチャンネルなので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。もうテンション高くしないとやったらないわけですよ。はい、もう50のおっさんですよ。今日紹介するのはこちらです。はい。いいですね。こちら。こちら、まさかの、俺が、35年ぐらいラグビーしてますけど、はい、してるっていうか、関わってますけど、うん、今まで履いたラグパンの中で一番クオリティ高い。これもう間違いない。そんなに？こんなラグビーショーツを履いたことがないってぐらいクオリティ高い。これは2425モデルイングランドのプロショーツ、ホームショーツなんです。でも何がクオリティ高いって、まずだけど、ここね、コーデュロイっていう滑り止めついてます。滑り止めっていうか、手拭けたりする。ああ、はい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 。なんかついてます、ここにね。はい。素人から分からないんだけど。で、まあ、横はこれ入ってるじゃん。はい。で、このね、本体の、この生地。はい。もう、ちょっと伸びるんですよ。うん。で、お股のところも生地入って伸びるでしょ。はい。もうこんなに気持ちのいい、履いてて、ショーツはないよ。へぇ。ない。ただだよ。ただです、うん。皆さん、衝撃プライスです、これ。マジで。いいじゃん、これって言った瞬間に、いくらですって瞬間に、無理って言った。私レベルでは無理です。もう、翔平オタニーさんとかね、そういう、もうある意味人生、ゲームでもクリアしちゃってるような人いるじゃないですか。はい、他にいくらでもありますみたいな人は、履いた方がいい。だって、もうこれ以上のショーツ履いたことないもん。俺が言うってことは相当だよ、多分書き続けてきてるけど、うん、本当にレベル高い、本当にこれ高い。あのね、で、このアンブロはプリント、はい、綺麗に入ってんなこれ。で、こっち側はあのパッチ、はい、みたいなやつを、まあ、外側をずっと縫ってつけてあります、はい、で、O2 はプリントです、はい。いやー、なんで言えばいいんだろう。これで一回ラグビーしてみたよってぐらい、なんかこう。で、あ、いや、これ間違った。これはサックス。これ、失礼します。大変ですよ。これはサックスでしょ。これ。内側？これ、はい、こんな紐見たことないよ。本当そう。いや、すごい。なんて言えばいいんだろう。伸びる？いや、なんて言うの？このシステムを見たことないってこと。ここに紐が入ってるんだけど、こんな高級感あふれるの使うっていう、このラグパンに、いやー、なんて言えばいいんですかね、もう最高傑作って言ってもおかしくないんじゃないかな、このショーツに関して言うと。なので、で、分かってんだって、うちの仕入れの担当のね、はい、もう分かってんだって、売れない多分売れないです。だけどこれをやっぱ紹介するのが私たちの務めて義務です、はい、こういうのがある、こういうのをやっぱ子供たちとか見てほしい、触ってほしい。あんま触ると汚れてくるので、ね、うん、手は洗ってから、はい、手袋してそういうレベルのこのパンパンやってる場合じゃないんですよ、はい、万が一ですよ、このうちの息子とかに履かせてね、1日目になんか緑の芝汁とかつけてみ、本当もう漂白しろなっていや、それぐらいちょっと若干短いかなと思ったんですよ、入る時に。今年さは、オールブラックスのフランスのショーツも出てきて、ちょっと長めなんですよ。はい。だけど、今回のこれは、かなり本当短パンなんですよ。うん、短パン、うん。なんだけど、そんなことはもう関係ない。もはや、こんなに気持ちのいいショーツがあっただろうが、今まで。ない。いやー、素晴らしい。いや、こうやってね、なんでこう出てくると、足上げると分かるんですよ、ショーツって。本当に。はぁ、こういうの履いて、やっぱその、なんていうの、からトップレベルの人たちはラグビーやってんだなっていうぐらいのショーツですよね。本当もう、ああ、そうなんだな。なんかこのレベルのショーツ作れたらいいな、自分で。ちょっとそういう意味で使おう、サンプルとか。いや、本当にこれ高いなと思いました。そうですね、いやいや、全然俺はいくらでもかなんかあるんだからって方は全然買っていただいた方が私は嬉しいですよ。嬉しいですけど、見てみたいなって、ここまで俺が言うんだったら見てみたいなって方はですね、東京店の方に多分あるんで、見に来てください。触っていただいたら、多分俺が言ったことは、分かってくるはずです。履かなくても分かる。触れば。いい
ね。はい、というわけで今日ご紹介したこれですね、イングランド代表2425モデルですね、新しいモデルの、プロショーツ、今マッチショーツ、またプロショーツ、ホームショーツですね、のご紹介でした。よろしければ下の方も見てみてください。